静かなる防衛の時間です。いやいや、ついに出てきました。次期潜水艦のコンセプトは三菱重工業から発表されました。今年で双竜型も最後の進水式が行われます。もうそろそろできるんじゃないでしょうかねと思われます。それと次期潜水艦のコンセプトも発表、三菱重工業から。これが2020年から進水していきます。それで一番びっくりしたのが人数か、まだ何人とは分かってないんですが、今の65人よりも減ってきます。もしかすると予想ですが、減らせるようなやっぱりシステム作りがされるんでしょう。艦内の統合、まあどれぐらい統合するかというと、小さなディスプレイなど配置はもうやめ、でかいディスプレイ化し、やはり人間も集中的にいくつもの仕事をできるようシステムが開発されます。システムの強化ですね。これによりやはり少人数化が可能になってきます。で、大事なのがやはり X 家事も採用される見込みです。やはり X 家事の利点の方が大きいということですね。操作しやすい、また故障しても操作できる、こう4つの舵を独立して操作できる、操作する感覚です。また ボディが大きく変わります。これは後ほど話すとして、今の2900トンから
3000トン級へと変わります。これ変更です。重くなりましたね。重くなることによってこのボディの設計が変わっています。ではやはり双流型もこうかっこいいんですけど、何が変わってるってうーん潜水艦をこう見るとこの部分ですね。この部分が今度は低くなるみたいです。これにより海底での水の抵抗、それにリチウムイオン電池が採用されるので機動力の確保ですね。動きやすさ、やはり大きいと、この環境が大きいと水の抵抗を受けやすいんでバッテリーのロスへとつながります。そのロスを避けるために低くする。まあ絵で描いてみると、こんな感じでしょうね。今までは、こんな感じでしたが、低くする方向に向かっています。確かにこの低い方が抵抗はない。バッテリーの消費力も下がる。スムーズに動くということはそれだけ消耗しないですから、それとあとは見た目ですね。かっこいいのかかっこ悪いのか実際出来上がってみて分かるところでしょう。2020年の進水式まで待つしかありません。見てみたいですが、ここの X 化しになってるはずですから多分かっこいいはずなんですよね。ステルス性を出せながら海底での抵抗をなくす、リチウムイオン電池搭載に伴って電力の心配もなくなっています。スターリングエンジンの蓄電池の組み合わせとはまた違って電気に余裕が出てきます。今までの電気不足とは違って環境が低いということはやはり水抵抗も少ないということで
起動時間も違ってくるんじゃないでしょうか。完全停止後からの起動時間がやはり違うと考えられます。もしもの時の最大出力での瞬時的な移動も断然違ってくるでしょう。次期最新鋭潜水艦見てみたいものです。やはり3000トン級にもなるので、水の抵抗やロスと言われるところは全て排除するのが妥当でしょう。今日のご視聴ありがとうございました。よかったら説明欄も覗いてください。